何？びっくりした。あのさ、えな。へくしょい。最悪。皆さん、たぬきしたらも。ただいま2020年3月27日、金曜日の午後3時23分なんだもん。さて、本日のニュースは。なんと、今日からアユナ島に、モニカさんという方が新しく仲間入りしただらも。皆さん、いろいろと暮らしについてアドバイスしてあげてほしいだらも。さてさて、最後にもう一つだけ、大事なお知らせがあるだらも。ん、何？おかげさまで住民も順調に増えて、アユナ島もだいぶ賑やかになってきただらも。今後、皆さんのことをより細やかにサポートできるよう、案内所を今の仮設展示から、ちゃんとした建物に建て替えさせていただきます。お、それは自動的に変わるの？ということで、工事のため、明日は一日休業させていただくたらも、タヌポートの利用や落とし物の確認は、ぜひ今日のうちに済ませておいてちょうだいね。それじゃ、今日も良いアユナ暮らしを。はい、ということで、今回もやっていきたいと思います。そっか、案内所が新しくなるのか。どんな感じになるんやろ。綺麗になるんかな。あ、そうそう。とりあえず、新しくやってきた。あ、綺麗え、綺麗、綺麗。ねえ、いいね。あ、でも、なんかこういう家ってさ、こういう場所にあった方が綺麗に見えん？見た目的に。見た目的に。いや、いいけどさ、全然。ここがモニカさん家ってことやんね。私一応、この動画を撮った後で、モニカってどんな子やったっけって調べたけど、あつ森から登場の新しいキャラクターやった。じゃーん、この子この子。あ、めっちゃいいね。なんか、夏って感じの女の子やね。え、かわいい。なんか、フィッコーちゃんがね、この、モニカのことがかわいいってめっちゃ言ったんよ。え、すごいかわいい。確かに。バカンスに来ましたって感じやけど。はじめまして、アユナ島に引っ越してきたモニカです。そっか、あんたはアユナちゃんって言うんだ。仲良くしてくれると嬉しいな。まだ部屋片付け中だから、落ち着いたらまた遊びに来て。歓迎するよ、あは。かわいい、おてんば娘って感じや。あは、やって。いいね、いいね。美人さんやわ。めっちゃ手振ってくれた。まあ、でもこの辺も、周りも結構いい感じやね。え、この、さ、なんていうん？この周りに置いた家の外の家具とかは、ちゃんとそのキャラに合った家具なの？ちょっといまいちよくわかってないんやけど、なんかその家具に合ったキャラクターが、その家具に合ったキャラクターが、引っ越してきよるってこと？一瞬サメかと思った。え、サメも出てくるよね、多分。きっと出てくるはず。え、自分とこの島にも出てくるんかな？それとも他の無人島に行かないと出てこないのか？そんなことはないか。そんなことはないか。ちょっと先に、またちょちょ追いかけてる？もしかして。違うのか？お？今なんか歌ってなかった？なんでやめたの？え？何？びっくりした。さ、えな。へくしょい。最悪。顔面に。へ、誰かがオイラの噂話をしてるみたいだな。その前に謝れよ。こういう時はお前も。へくしょい。くしゃみを使うといいぞ、でっさい。あ、なるほど。仕草が増えた？てか、風を移そうとしてるね。あ、木陰に座っとった、かわいい。くしゃみなリアクションを教えてもらった。くしゅん。これ絶対移されたやつ。絶対移されたやつ。お、なんかほうけた顔しとったけど。どうも、ルーシー。あら、こんにちは、よ。話しに来たよ。今日はどんなことが起こるのかしら。ワクワクしますね、よ。ん？なんだなんだ？たぬきマイレージプラスが。お。なにこれ？住民挨拶キャンペーン。やった、たぬきマイル 200×2 ゲット。そんなんあったっけ？なんか入れ替わりよんかな？ピチピチ釣り強化キャンペーンが増えた。ほら。ほら。歌いよる。歌詞になっとんかな？めっちゃ可愛いんやけど、なんか。
え、超かわいいやけど。いいね、いいね。声かわいい。どうも。落とし物とかは、段ボールありすぎじゃない？この二つはとりあえず売ろうかな。家の前のやつも売っていいような気がする。一日一回のタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。イエーイ。ご利用になりたいサービスをお選びください。ってことで、どうやろう？新住民が増えたけんさ、島にまた新しいキャラクターは登場するようになっとんかな？え、スマホケースまでリメイクができるの？いいやん、いいやん。いいやん、いいやん。ポケット整頓テクニック。これは、もう足りてないけど。足りてないけど、どういうやつ？収納が増えるとか、より多くのアイテムを持ち歩けるポケット収納のことをご紹介します。あ、なるほど。やっぱそういうことなんや。で、そういうの欲しいね。ふんふんふん。ポップヘアアレンジベスト8。クールヘアアレンジベスト8。おしゃれヘアカラーベスト8。で、とりあえず、ヘアアレンジしたいかな。いや、今日はもうおしゃれをする回にしよう。ポップヘアアレンジベスト8は2400マイルになります。交換いたしますか？交換する。やってみたいよね。ポップヘアアレンジベスト8をプリントしています。これで確か、あれよね。姿見れできるんやっけ。ふんふん。なるほど、納得。これで8種類ぐらい増えたってこと？ポップのヘアアレンジを覚えた。姿見やドレッサーがあればポップにイメチェンできるかも。だって最初の髪型結構少なかったもんね。4種類しかなかったけん。じゃああれを全部ゲットしたらめちゃくちゃいっぱいになるってことか。あ、ついでに、段ボール売り払って家具も買っていこう。どうも。いらっしゃいませ、ませ。たぬき商店へようこそ、ようこそ。買いたいものは特にないね。じゃあ、普通にカウンターに向かう必要なかったわ。今日はどうなさいましたか？壁紙と床だけ買っとこっか、とりあえず。そして、この段ボールたちを売り払います、私。あ、段ボールとこのストーンヘンジもいらんのよね。はい、オッケー。いろいろお持ちくださったんですね。では計算しますと。はい。では合計2360ベルでのお買い取りでいかがでしょうか。いっちゃいます。ありがとうございました。ました。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。ませ。ってことでちょっと壁紙と床を見せて。トダランの商品をご覧になるんですね。必要なものがありましたらお申し付けくださいませ。ませ。パープルドット。どうかな。白いキュートなフロアタイル。ピンクのペイントフローリング。白いキュートなフロアタイル。これにしよう。オッケー。いや、他は大丈夫です。とりあえず。ありがとうございました。マスター。ってことで私は今からイメチェンしてきます。ありがとうございました。マスター。一人に二人が接客してくるという。すごく怖いんですが。あ、そうそう、自分家の段ボールも片付けたかったんよね。よーし、おしゃれするぞー。なんかさ、アイロン台付きのやつがちゃんと売りよったけどさっき。でもこっちの方が可愛いよね。ってことでこっちにしとく。木製の姿見でイメチェンしようかな。イメチェンします。髪、型。あ、だいぶ増えた？多分最初この4つだけやったんよね。あ、ウェービーな感じ。そして、ちょっと、前まで私こんな感じじゃなかった髪型。これが、後ろから見たらこういう。なるほど、なるほど。で、お下げに、お、ツインテール。ポニーテールもあるよ。お馴染みのポインやって。ポニーテールとかもなかったんやね、今まで。で、これがお団子。ふんふんふん。これが増えたやつ。え、どうしよっかな。これ可愛いなって思うけど。え、でも髪色も別に変えれるんよね。いつでもこういう感じで変えれるのはいい感じな気がする。今私これやろう？
まあ今までのも可愛いんだけども、可愛いのだけども、これにしよっかな。これで、あ、髪色、あ、びっくりした。変えれんのかと思った。下で変えれるんか。ちょっと明るくなった感じ？どや。あ、でもこれも可愛い。ちょっと待って。ちょっと待って。あー、なんかいろいろいいな。お団子にして過ごそっかな。ね、ちょっといい感じじゃない？じゃあちょっとお団子にするわ、私。イェイ、可愛い。帽子かぶったらよくわからんけど。え、でもなんか、ね、垂らした触覚がいい感じじゃない？着替えよっかな。んと？着替えはここにあるのか。あ、こんだけしかない。あ、そっか、外すっていうやつしかできんの。なるほどね。ことはこれで、収納。あれなくね？あれ服？あ、そっか、飾っとんか、私。飾ってたわ。めっちゃ飾ってたわ。ってことで、ちょっとこれを、収納。どうしよっかな。この帽子とセットにしよっか。じゃあ、これで、あ、違う。ボタンをいつも間違える。はい。こっちの、収納の方で、ジャンパースカート着て、アウトドアハットを身につけたい。とりあえずちょっと一旦帽子外そう。あ、めっちゃ可愛い。え、これでおろっかな？え、超可愛くない？てか私最初にこの目選んだ時から思いよったんやけど、ちょっとペコちゃん味あるよね。え、可愛い可愛い。これにする。じゃあちょっと帽子戻しとこ。あ、違う。帽子。アウトドアハット。じゃ、これを、あ、違うわ。こうじゃなくて壁の方か。これで、ほ、帽子が収納の方にしまわれるのか。そうか。んで、もうちょい位置を。このあたりか。オッケー。じゃーん、こんな感じで。こういう方向で見たらめっちゃ女子力って感じじゃない？よき。よきよき。ふぅ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか全体的にすごい明るい感じになった。ほんとポップって感じやね。服装も含めて。